皆さんこんにちは、カジログです。今回もやってまいりましたアマゾンのタイムセール祭りです。4月26日火曜日の23時59分までこのようにねタイムセール祭りが63時間にわたって行われます。では早速今回のおすすめの方をご紹介したいと思います。それでは本日も行ってみましょう。まず最初にアマゾンデバイスをご紹介したいと思います。もうおなじみになりましたけども、こちらエコーショー5第2世代のモデルとなります。お値段が参考価格8980円のものが特選タイムセールで4980円、5000円切ってきました。こちらのモデルが安くなっていますね。私は今こちら使っていないんですけども、このモデルは非常にスピーカーも良くて、ちょっとこもった感じもするんですけども、通常のエコーモデルですね、丸っこいモデルよりも全然音がいいなと思いました。最近出ましたリングデバイスっていうものがありまして、今こちらに表示してありますけども、セキュリティカメラ類と連動してこちらの画面に表示するという機能がつきました。ですので、今後ですね、セキュリティ関連、ドアベル関連ですね、チャイムをピンポンって押すとこちらの画面にその様子が映し出されるというカメラ付きのインターフォン、そういった機能を構築することができます。ですのでこちらの5000円とリングビデオドアベルってセットで3万円以内でインターフォンをワイヤレスで構築するということが可能になってきます。またセキュリティカメラ、こちらのバッテリー内蔵のものを屋外に設置すれば防犯ということでも2万円以内にね十分設置することができます。これは屋内用でねワイヤードでコンセントを挿して使うっていう形にはなりますけども、こういったセットで使うことができるモデルになっていますので、これはこれでありなんじゃないかなと思います。価格の推移の方を見ていますと、こうなってますね。しばらくセールのたびに4980円とかね、こちら3月頭は5480円ですので、直近であれば1ヶ月前は4980円でしたので、今同じ価格ですね。ですのでお求めやすくなっています。エコーショー5とこのドアベルセットで 26,960 円でセット買い価格になっています。気になっていた方はセットで購入するのもありなんじゃないかなと思います。次はエコードット第3世代ですね、ご紹介したいと思います。こちらは画面がないアレクサモデルになります。価格が通常4,980 円のものが 60% オフになってますね。1,980 円という強烈な安さになっています。もしかしたらそろそろね新モデルも出る頃じゃないかなという気はしますけど、できることに関してはそんなに多く変わりませんので、今までちょっとねどうしよう悩んでたという方はありなんじゃないかなと思います。価格の推移もやっぱり同じですね。直近1ヶ月前で1980円ですので、この値段以上下がっていることではありませんので買い時になっていると思います。次ですね、 Fire TV Stick の第3世代になります。通常4980円のところがセール価格で3480円になっています。もうこれはね皆さんご存知だと思いますので、テレビの後ろのね HDMI 端子のところに差し込んでいただいて、プライムビデオとかダゾーンとか、それぞれ契約が必要なものもありますけども、YouTube も見れますけども、そういったものをねお持ちのテレビ等で、テレビ中の入っていないモニターも今たくさん出ていますけど、そういったものに差し込んで使うこともできます。価格の推移は直近ずっとですね4980円でずっと来ていました。でこちらの第3世代になっていまして、最新モデルになります。第2世代よりも 50% パワフルになっています。そしてこのリモコンのねボタンを見てみますと、プライムビデオ、ネットフリックス、ダゾーン、アベマと4つの専用ボタンがついているので、よく使う方はこれもありなんじゃないかなと思います。こちらもおなじみになりますけど、 Fire HD10 タブレットをご紹介します。 32GB タイプのブラックですね。価格が参考価格が 15,980 円のところが特選タイムセールで 19,80 円になっています。5000円引きと結構な値引きになっていますね。価格の推移を見てみますと、やはり1ヶ月前のセールと同じ価格になっていますので、買い逃したよという方はありなんじゃないかなと思います。ちなみにですね、 Zoom などをねインストールして在宅ワークとかね、もしくはいろんな形で Zoom の活用もできます。ちなみに Android ベースのこういうタブレットは Zoom 使うとね4分割になりますので、最大で1つの画面に4つの画面までしか表示されませんのでご注意ください。次はアンカーのサウンドコアリバティエア2プロのワイヤレスイヤホンをご紹介します。こちらは完全ワイヤレスイヤホンになっていますね。そしてカナル型になっていますので、イヤーピースを使って自分のサイズに合ったものを使う形になります。価格がですね今 15% オフになっています。1,980円、参考価格は 12,980 円になっていますね。ですので、そんなに大きな値引きではありませんね。2000円ぐらいの
値引きになっています。そして価格の推移ですけども、過去一ですね、一番お安くなっていたのが年末のやっぱりセールになっていました。9980円まで下がっていました。ですので今回のお値段はそれよりも1000円高にはなります。ただ最安をね、やっぱり買うにはそういう年末のブラックフライデーセールとかね、サイバーマンデーセールとか、そのあたりを狙っていかないとなかなか最安にはなりませんけども、欲しいよっていう方はこの価格はありなんじゃないかなと思います。こちらウルトラノイズキャンセリング機能と外音取り込み機能が入っています。また特徴のもう一つとしてはワイヤレス充電にも対応しています。結構便利ですよね。ただ平置きのワイヤレス充電のチーのタイプではないと、これね置いて充電しますのでね、そのあたりはご注意ください。こちらもアンカーのパワーコア10000パワーデリバリーのモバイルバッテリーとなっています。大容量モデルですね。お値段が3980円で、特選タイムセール価格で3392円となっています。劇的な、ね、値引きではありません。ただ元値がねもともと安いので、これぐらいのちょっと値引きになると思いますが、なんといってもですね、ここが USB-C にもなっていますので、充電する時もね、出力する時も以前のマイクロ USB とか使うことがありませんので、このあたりはすごくいいですね。続けてご紹介したいのはスイッチボットのスマートプラグになります。お値段がですね 20% オフで1580円になっています。加工価格としては1980円ですので、これは結構買い時な値段になっていますね。価格の推移を見ていますと、そんなにね大きく変わってはないですね。直近で一番安くても1500円ぐらいになっていますので、今ね一番欲しかった方はこの価格は安く購入することができます。スマートプラグね、どんなものかっていうのはもうご存知の方も多いと思うんですが、こちらをねコンセントに挿していただいて、さらにここの差し込み口にコンセントに、例えば扇風機とか、これからいいんじゃないかなと思います。音声アシスタント系ですね、 Google と Amazon のね先ほどのエコーデバイス呼びかけてスイッチのオンオフを設定しておくと、電源を入れてくれたりオフにしてくれたりすることができます。新しいモデルで表示していますけども、なんといってもですね、使った消費電力とそして時間、今ねどれぐらいワット数使ってるのか、そういったものをグラフで表示してくれます。ですので目に見えて電力がどれぐらい使われているかというものを確認することができます。ですので昨今ね電気代もやっぱ上がっていますので、それぞれお持ちの製品がどれぐらいの消費電力があるのかというものを、例えば丸1日ですね、24時間ぐらいこれで試してみて、あ、これぐらい使ってるのかっていうことを確認した上で、節電のために動いたりとかね、いろんなものをまず可視化して行動に移すことができるんじゃないかなと思います。やっぱりねこれ消費電力分かると電気代節約の意識って相当高まると思いますので、一度ね1個まず買ってみて試してみるのはいかがでしょうか。そして音声アシスタントですね、 Alexa とか Google アシスタント等お持ちであれば、そちらと接続連携することによって、音声でね先ほど言ったように電源入れてとか電源オフにしてということも可能になります。ただ気をつけていただかないといけないのは、テレビでそういった設定してしまうと電源消してオンにしてって言うと主電源から切れてしまいますので、それは故障の原因になりますのでご注意ください。その都度使うね、例えば先ほど言った扇風機とかですね、サーキュレーターとかね、そのあたりがいいんじゃないかなという気はします。ではお次の製品ですけども、INU の USB Type-C ケーブルの2本セットですね。2メートルのものが2本セットとなっています。加工価格が1290円のところがセール価格で1099円となっています。これ1ヶ月前も行われた時とね値段一緒になっていますので、買いそびれた方はいいんじゃないかなと思います。1ヶ月前のタイムセールでご紹介した際に結構な方がね概要欄のリンクから購入してくださいまして、誠にありがとうございました。2メートルのものが結構売れていましたので、やっぱり短いものよりもこういったね2メートルの長いものの方がニーズがあるんだなというのをそこで知ることができました。充電しながらスマホをね操作したい、もしくはゲームしたいという方も多いんじゃないかなということで、やっぱり短いものより長い方が売れるんだなというふうに勉強になりました。価格の推移見てみますと、やっぱりこうなっていますね。現在の価格が1099円、少しね数日前からこの価格でやってくれていましたね。そして1ヶ月前もこのようにね1099円になります。ちなみにこちらの 100W タイプに対応してますので、これが今1本あれば十分いろんなものにいけると思います。このケーブル1本あれば一応マックス 100W にはなりますけども、ほぼほぼ今日本で使われているスマホは 100W 対応っていうのはほとんどありませんので、 iPad Pro とかねスマートフォンの最新モデルとかもね、このあたりのケーブルが1本あれば十分だと思います。そして次は同志社のサーキュライトソケットシリーズ E26 モデルとなります。こちら色は中白色で 60W 相当の明るさになります。
風量が3段階でリモコン付きで白色となっていますね。これ何がいいかと言いますとですね、これ天井の電球をこうキュッキュッと回しながらね差し込むところが洗面所とかに、ね、ある方もいらっしゃいます。もしくはですけども、この引っ掛けモデルっていうのもねありますね。こちらの方が最近は多いのかもしれませんけども、これを天井のねその電気の接続部分に設置します。そうしますとここがサーキュレーターになっていて、まあちっちゃいんですけども手を広げたぐらいの直径の幅になりますが、サーキュレーターとしてその一方向に風を送ってくれます。でこのリモコンで3段階に弱中強と変更することができますが、我が家ではもう今日一択になっていますね。これ価格がですけども通常6251円のものが特選タイムセールで5631円になっています。これはめちゃくちゃ安いですね。使う場所としてはやっぱり洗面所なのかなという気はしますね。次はですね、食品系になりますね。日清食品のカップヌードル 78g の20個入りのものですね。いわゆる箱買いできるものになります。もうこれおなじみの定番商品になりますが、ずいぶん最近高かったんですよね。参考価格が20個入りで4169円のものが今特選タイムセールで2775円まで下がりました。もしかしたらスーパーよりね安く買えるかもしれませんね。1個あたり139円ですのでね、狙っていた方は購入もありなんじゃないかなと思います。価格の推移を見てみますと、サイトによりますけども直近では2409円というのもあったようです。 Amazon としての販売が3140円で推移していましたので、 Amazon として2775円になっていますので安心して購入することができると思います。そして次はですね、お米になります。 Amazon 限定ブランドになりますが、秋田産の無洗米秋田小町5キロ令和3年産になります。これ洗わなくてもいいのでめちゃめちゃ楽ですね。まあ、だいぶ春から夏にかけて水があったかくなってきたと思いますので、お米を研ぐっていう作業は楽になってきたとはいえ、やっぱり研ぐこと自体は相当のエネルギーかかりますので、毎度毎度お米研いで排水口にお米がちょっとこぼれてしまうっていう、そういったちょっとイライラしたようなことがやっぱあるかもしれませんが、水を注ぐだけでいいので相当楽になると思います。セール価格としては1783円になりますね。当然ながらスーパーとかね、そういう量販店で買う値段よりは若干高いのかもしれませんけども、家まで配達してくださいますので、そのあたりは相当いいのかなと思います。ただ限定の商品になりますので、もう 41% ね、売れてしまっています。この動画作成時点では限定数700になりますので、41% カートに入ってしまっていますので、もしかしたらね、ちょっと間に合わないかもしれませんが、そうしましたら無洗米で検索していただいて、まあ、5キロのものを2000円以内で購入することができれば安いと言えるのではないでしょうか。 UCC の職人のコーヒー無糖ペットボトルの900ミリ入ったものが12本入りのものになります。いわゆる箱買いできるものになりますね。最近ね暖かくなってきたというよりだいぶ暑くなってきましたので、いつもいつもね冷蔵庫にこちら1本入れておけば冷たいアイスコーヒーを飲むことができます。我が家ではずっともうペットボトルアイスコーヒーは年中購入してストックしてあるんですけども、やっぱりね真冬はあまり飲まなくはなりますが、やっぱり時々ねちょっと飲みたいなっていうのがありますので、やっぱり常備しておくと安心だなと思いました。今は1000円でね12本入りを自宅まで持ってきてくれますので、これはめちゃくちゃおすすめで安くなっています。では最後にですね、またまたおなじみになりますけど、ドリップコーヒーファクトリーのリッチブレンド100袋のものをご紹介します。こちらのドリップコーヒーになりまして、1杯ずつねこういうふうにパックに包まれています。こういったものになりますね。お湯を注いで飲むものになります。バリエーションはこのようになっています。今ご紹介したのはこちらですね、コクとボディと苦味が一番上のコーヒーになりますね。実はおすすめはこのスペシャルブレンドなんですね。ただこのリッチブレンドが2240円に対してスペシャルブレンドがですね、なんと2689円ですので、まあ、ちょっとでもねより美味しいものを飲んでみたいなという方であればこちらをぜひ選んでいただければと思います。まあ、はっきり比べないと正直わからないと思いますけど、個人的にはこれがやっぱり一番美味しかったですね。というわけで今回63時間のビッグセールということで、タイムセール祭りが4月26日火曜日の23時59分まで3日間行われます。狙っていた商品があったでしょうか。よろしければこちらのねキャンペーンにエントリーをあらかじめポチッとしておいて、できることならばアプリを使ってですね、スマートフォンかタブレットのアプリから購入するとこのポイントアップがね 1% 上回りますので、そちらをお勧めいたします。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。